世界が終わる13日、その始まりに私は目覚めた。何者であるか。ああ知ってるぞ。解放者。伝説は語る。闇を断つ先行。囚われし魂の解放者。滅びゆく世界に降り立ち、魂を最後の救いへ導く。って言うがよ、早い話か。俺を殺しに来たんだろう。終わりだな。まるで死神だな。俺をぶっ殺して魂を救ってくださるわけだ。そう願うなら叶えてやろうか。それが答えか、ライトニング。まったくもう無理しちゃって。ルミナ！ダメダメ、命を大事にしなきゃ。どうすればいい？導いてくれ、ホープ・エストハイム。ホープだけでいいですよ、ライトさん。今はスノーの確保が最優先です。ライトさん、追ってください。何が見える？閉じ込められた。表示用のシャッターが作動しました。お前の時はここで終わる。魔物をすべて倒さなければ安全とは見なされないだろう。来るがいい。閃光はついに舞い降りた。解放者とは破滅の予兆か。
希望の到来か。私は希望にかけたいのです。あなたが誠の解放者ならば、ここから先戦いの備えが必要でしょう。確認した。誘導を頼む。了解です。急いでください。スノーが何を目指しているか見当はつくか。宮殿の奥に強い。その割に楽しんでいるようには見えなかったが、あいつの瞳に見えたのは虚しさだ。仕掛けがあるのだろうね。辺りを調べよう。気をつけてください。扉が開いたのか。カオスの反応が跳ね上がりました。カオスの根源は宮殿の奥にあるらしいな。様に作られたしもべとは違うみたいね。
まれた場所に戻れ。魂を駆り立てよう。生まれた場所に戻れ。ただ進むだけだ。残されし時を。扉の向こうはカオスの渦か。そんなところにスノーはいる。もう正気とは思えませんね。無理もない。希望を見失ったまま何百年も生きた挙句、もうすぐ世界が滅ぶんだ。普通の人間ならまともではいられないさ。スノーの心はもう壊れてしまった。そういうことですか。信じたくはないがな。まずい、発見されました。一旦撤退しましょう。ここまで来て引けるか。私だけなんだ。せなくした痛みをあいつと分かち合えるのは。ええ、そうです。スノーの魂を救ってやれるのは解放者であるあなただけです。だからこそ自重してください。あなたが倒れてしまったら、救えるものも救えないまま世界が終わってしまうんです。分かった。箱舟に戻してくれ。分かりました。痛みを分かち合えるだの、魂を救ってやれるだの、思い上がりもいいとこよ。たく解放者様と来たら一体何様なんだかね。放射となった。ライトさんに聞いてほしい話があります。とても大切なことです。ちょっと長くなるので、その気になったら声をかけてください。